はいどうも、りょういちです。それでは、ホールアウト4やっていきたいと思います。ではね、ここ、春自然車をね、探索しましょう。言いにくい名前だな。春自然車。言いにくい。よし、誰か死んでいる。ガンナーだ。ガンナーがいいのかな？もしかしたら。ガンナーだな。ガンナーの基地なのかな？でも、やられてるってことは、あれかな？滅んでるのかな？よし、行くぜ。化学物質の流出を確認しました。うわ、なんか、ガンナーだ。あ、伝説のガンナー。誰かと戦ってるんだ。でも化学物質、なんかあれかな、グールとかかな。なんか化学物質が漏れてる感じするもん。なんか緑色で大丈夫かなこれ。うわ、敵が、うわ、いや違う、俺に攻撃されてた。俺かよ、対象は。ちょっと待って、怖い怖い怖い。よし、伝説のガンナー弱い。よし、ただのガンナーもいる。よし、そんなに強くないぞ敵は。よしよし、まあこの前のね、戦闘のかなりね、ボルト88の戦闘はかなり大変だったから、レベル上げてちょっとポイントをね、攻撃力とかに振ったんですよ、あれでね。でだいぶ強化されたはずです。そしてまあ武器も一応ね持ってきました。登録はしてないけど、登録しとこう。いつものね、ダブルバレルと膝砕きのアサルトライフル、これを持ってきましたよ。これさえあれば。でもやっぱり誰かと戦ってる気がするな、ガンナ。受付のターミナル。大丈夫かな、この空気吸って。緑だけど、薬物入りの水だって。そんなものがあるのか。ちょっと新しいな、取っていこう。あ、ターミナル起動しちゃった。手順、被験者受け入れ、化学薬品緊急事態。なんだろう、まあ特にか。でもなんか起きたのかな。よし、とりあえず化学物質の流出を確認しました。流出を確認してるわ。建物から避難してください。避難、緊急事態だな完全に。でマーカーはあっちに続いている。他に道はなさそうだね。じゃあ行きましょう、この下に。お、敵が反応あるな。タレットとか生きてる可能性あるな。こんなとこでもガン、普通のガンナーたちも何のガスマスクとかもなし、よく行けるな。よくこの空気を吸えるよね。吸いたいと思うよね。トイレじゃねえか。あ、みんなやられている。ガンナーだ。誰がこんなにガンナーを倒したって言うんだ。ん？おお、弾が入ってますね。何がいるんだろうか。ここは何もない。ん？伝説のガンナー。体で何が起きてる？あれかな？このガスで死んだのかな、みんな。やっぱり、そういうことなのか。ん？グレネード。え、ちょっと待って、グレネード。え、うお、怖い。なになになに？とりあえず、でも、誰か戦ってる。誰だ？ガンナー同士で戦ってんのが。ガンナー同士だ。あ、こっち向いた。あれだな、この薬の影響じゃない？薬物の影響でおかしくなってんじゃない？みんな。だからガンナー同士で争い合ってるんだ、きっと。そうに違いない。よし、私が全滅させてあげよう。あ、いるいるいる、近い。よし、しかし伝説のガンナーだけど、ノーマルのガンナーだからもう弱えな、いくら伝説でも。建物から避難してください。しかし霧が、この薬の霧がめちゃくちゃ濃い。研究ターミナル、あ、ロックがかかってる。よし、開いた。現在のプロトタイプを始動。プロトタイプ、停止中。プロトタイプの詳細。電気攻撃による対象を生かしたままの制圧。なんだ、怖いな。そんなの起動しても大丈夫なのかな。ネットワークオフライン。ラボの報告。ハルシジェンガス。幻覚や気候、攻撃性の上昇。マジかよ。
結果として起きた乱闘で死亡。ああ、やっぱりね、攻撃性が上昇してあれか、仲間内で戦ったってことか。プロトタイプ始動できるのかな。始動接続テスト、適切な安全確認を行ってください。だって始動したけどいいのかな。うわーすごい、そういうことか、そういうことか。起動、なるほど。危ない装置だな。しかしあんなも部屋に、普通の部屋に置くんじゃないよ。危ねえ装置だ本当に。あ、なんだ、テスラサイエンスだ。そう、久々に本見つけたな。こんなとこに本があったとは。で、武器作業台、あとは特に何もなしか。繰り返します。化学物質の流出を確認しました。直ちに建物から避難してください。結構入り組んでる感じはあるね。なんかいる、なんかいる気がする。あ、いた、あれどこ行った。あ、いるいる、来た来た来た。よしよしよし、危ない危ない。よし、敵の反応あと1か、とりあえず。よし、開いたぞ。やった。ここは何だろう、ん、トラップかなこれ。違うか、ただの武器か。何もないな。うん、何もない。これは何だったんだろう、実験用の道具かな、機械か。建物から避難してください。よし、アイテムを適当にかっさらいながら進もう。あ、プロテクトロンがいっぱいいる。いっぱいと言っても2体だった。あー、これプロテクトロンのやつか。まあ起動しても別にか、置いておこう。こっちは、あ、こっちに敵がいるな。先敵倒すか。あれ、でもこっちは違うな。あ、ここは違うな。何もない、敵がいないな。また別のところかな。よいしょ。もともとガンナーが住んでて、それで漏れたのか、漏れてるところに引っ越してきたのかな、ガンナーたちが。それだとバカだけどね。化学物質の流出を確認しました。こんなところに住もうなんて。建物から避難してください。よく思ったな。よし。特に、あ、ぬかコーラは入ってるけど、まあいいか、ぬかコーラは。よしよし。何？あ、敵の反応が増えたな。あ、戦ってる戦ってる。主人公は大丈夫なのかね、これは。このガスは吸っても、あ、戦ってますね。すぐ腰抜くな。敵の敵は味方ではないようだ。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってるわ。よし、さらば。で、こっちも部屋が、部屋ではない、ん、まだいるのか敵。うん、あの先か。当たってる当たってる。建物から避難してください。ほっ、よし。あ、いるいる。 OK、 伝説のガンナーだらけだな。でも弱い、弱いから、まあ余裕ですね。今回の戦いは非常に弱い。前のとこが強すぎたんだよ。前のところのラッドスコルピオンが強すぎたんだよ本当に。よし、で、何もないな。オフィス的なところだ。ターミナル、会計のターミナル。なるほど、経理士か。特に大したアイテムはない。ないね。化学物質の流出を確認しました。トイレ。建物から避難してください。ん？スペクタクルアイランド防衛に協力。まだやってたのか、あそこ。そうだ、まだ放置してたからな。セキュリティロックダウンが稼働中。ここも何もないね。セキュリティロックダウンが稼働中です。で、試験チャンバーに留まり、ラボ係による次の指示を待っています。なんだ、あ、天井が抜けてるんだ。
これは向こうかな。飛べるか。よいしょ。あ、走るの忘れた。普通に、あ、でも上がれるじゃん。めっちゃ戦ってるわ。ちょっと待って。まあいいか。下から行こう。ん？あ、お、いるいるいる。閉じ込められてんのかな？めっちゃ笑ってる。おかしくなってんだ。どこだ？あ、この下だ。あ、この下で殴り合ってる。あ、すごいすごい。すでの戦いだ。ファイトクラブみたいになってる。なるほどね。ここで、あれか。でも実験もしてたし、見れるようになってんだ。すげえな、このガラス張りの。ファイトクラブだ。すげえ。どっちが勝つんだろう。両方普通のガンナーか。全然ライフ減ってねえけど。君たち、殴るじゃ全然減ってねえけど。仕方がない。私が介入するか。よし。どこだ？これの入り口がないぞ。こっちか。あ、ここかな？開いた。よし。さらば。さよなら。よし。なんだこれ。特に、ん？どっか行けって言った。悪い子猫。めっちゃ行かれてるな。まだ戦ってんのかな。こっち行ったらいるな。こいつを、じゃあ始末しよう、まず。よし。伝説のガンナー。さよなら。消えた。なんかトラップみたいな感じかな、これ。試験チャンバーターミナル。ちょっと見てみよう。入った。よし、開いた。なんだろう、チャンバー。破損している？ダメか。壊れてるね。使えない。じゃあこっちかな。ここだな。ここでも戦ってるんだな。よし、戦ってる戦ってる。よし、さよなら。皆さん仲良くあの世で暮らしてください。よしよし。アイテムは何もない。建物から避難してください。こんなもんか。で、こっちか。あ、こっちは来てないな。鍵がかかっている。よし、開いたぞ。いいね。ん？あ、何もないじゃん。何もないな。行き止まりだしな。ここも行けないよね。どこに行ったらいいんだ、これ。上かな？マーカーはでもずっと下の方に出てるんだよね。本当に合ってんのかな、こっちで。こっちじゃないしな。あっこから来たよね。じゃあこっちか。ここだ。さらに上だけど大丈夫かな。マーカーからどんどん離れてる気がするけどな。エレベーターで降りれるのかな。あ、なるほどね。これで一気に、あ、ライトか、これは。なんだ、ライトっぽい。2055年発売の。ここでなんかあれだな、観察してたんだな。まだなんか生きてるのいた。あれガンナーだよね。ガンナーだ。よし。どこにいたんだろうか。よし、これでいいや。観察してのターンだよ。これは全部なんか起動させたりするだけかな。とりあえず行こうか。先へ進んでみよう。どこだ。ここはどこですかね。この下は入り口のところっぽいね。あ、下は続く道。行ってみるか。あ、ここさっき倒したな。まだいるのか、あいつ。このまま下に行けるのか。なるほど、ここでこっち側の下に行けるんだ。よしよしよし。あ、こいつだ。あ、ガンナーコンソール。あれ、どうした、息ができない。どうしたんだ。いや、いやじゃない。現実じゃないな。現実です。お前は現実じゃない。私は現実です。
行けよ、どっか行け。ダメか、楽にしてあげた方がいいのかな。まあいいか、薬とかあるかもしれないしな、助けれるかもしれない。あっちにマーカーがあるな。じゃあ先にこっちへ行こう。よし、素晴らしい。倉庫か。繰り返します。なるほど、化学物質の流出を確認だけだ。よし、直ちに建物から避難してください。あ、ターミナルがある、あの先かな。こっちも、あ、なんかあるな。メインフレームアクセスターミナル、これにアクセスしないといけないのかな。ミニガンが落ちてる。とりあえずこれにアクセスしてみよう。やった、よし、開いた。メインフレームの状態、異常なし、反応なし、致命的なエラー、マスターパスワードをリセット。これでいいのか。あ、これで多分パスワードがあれだな、入手できたってことか。で、ターミナル簡単にアクセスできるようになるってことだな。化学物質の流出を確認しました。建物から避難してください。じゃあここに行くか。よし、パスワード入れて、セキュリティドアコントロール、ドアを開く。よし、この先には一体何があるんだ。なんか敵いるのかな。あのアサルトロンとかも最後にいそうな気もしないでもないけどな。おー、うわー、あ、これは除染装置だ。あ、やばいな。ゴホゴホなってる。ゴホゴ、やばい、これやばい。やばい気がする。いけない。行ったら死にそう。ちょっとセーブしよう。いいのかな、これって。で、ダメ。あ、ライフめっちゃ減ってる。ライフめっちゃ減ってた。やべえ。ちょっと回復しよう。ライフガブ飲みで一気に突っ込むっていうこともできるだろうけど、とりあえず左行ってみる。こっちでも、あ、こっちから普通に通り抜けれるのか。え、あ、これで、あれか。避難してください。制御できるのか、除染を機能させれるのかな。除染を開始。どうだろう。あ、いけた。おお、これでなくなるんだ、ガスが。あ、でもこっち鍵開けてもいけんのか。じゃあ鍵開けよう。よし、開いたぞ。やった。で、一緒だよね。うん、繋がってるね。OK。除染装置は生きてんだな。うわぁ、すごい研究所だな。なんだ？なんか、いるいる、ステルスの敵がいる。マジか、ショットガンで行こう。こんなところでなんか、あの、爆発使ってアイテム散らしたくないから。どこだ？ステルス。いたいたいた。そんな強くないでしょ。コマンダーだから、若干強いか。よし、でも攻撃力は大してないぞ。よしよしよし、終わりだ。 OK、 ハルシジェンの鍵だって。ガンナーのメモ、ガンナーのメモはあれか、大したことないか。ハルシジェンの鍵が手に入れたぞ。あ、レーザートリップワイヤーとかも仕掛けられていたのか。なんだこれは。ガスキャニスター、ハルシジェンのガスカニスターだ。言いにくいものしかないじゃん。ラッドアウェイ、本当に研究だな、研究をしてたんだな。そういう装置がいっぱいある。開発ラボのターミナル、テスラアークがある。これを見てみるか。建物から避難してください。おー、なるほどね。ログか、日記が、テスト結果に記されている。一応読むだけ読んでおこう。よし、 OK、 先に進むぜ。これは別にいらないか。ヌカコーラカンタム、うん、あとは何もなさそうだね。ガスキャニスターばっかりだな。お、あ、ここだ。あ、なるほどね。地下の別の出口だな。で、ん？まだ敵は、あ、上にいる。
まあいいか。あ、ボルト88の科学研究、これだ。これを探してたんだ、きっと。建物から避難してください。なるほど、よし、 OK。 あ、鍵またあるわ。そうか、あの地下の出口を開ける鍵か。よし、これでじゃあここのハルシジェンはクリアだ。ここの、ここから出よう。じゃあよし、遊歩道。お、無事に出られたね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ次回ね、さっき手に入れたやつをね、あの監督官に渡してね、さらに次へ進みましょう。というわけで今回はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。